今回は東京の水がめ八木沢ダムへ来ました。解説を交えて見学していきます。まずこのダムの特徴として放流設備のこの洪水ばけが挙げられます。非常用洪水ばけで異常洪水時防災操作、いわゆる緊急放流の時に本来は使われますが、毎年5月に周辺の藤原ダム、荒俣ダムとともに雪解け水が大量に入ってきたタイミングで点検放流を同時に行うのですが、もうもはや観光放流と言ってはいいのではないかというレベルで多くの人が集まる一大イベントとなっています。そのイベント時にこのスキージャンプ式の洪水脇から大迫力の放流を見ることができます。さっきの洪水脇から車でまっすぐ登っていくとダム天満に出ることができます。実はこのダムアーチ式コンクリートダムという区分であるのですが、土砂を持ったヒルダムと洪水脇部分の重力式コンクリートダム、そして本体のアーチダムで構成されています。僕が今立っているのはヒルダムの部分で、あそこに見える洪水脇の部分が重力式コンクリートダムとなっております。このヒレダムの部分はこんな感じでロック材が見えていて、ロックヒレダムかなと思ったんですけど、上流を見てみるとロック材が見えていないので、ロックヒレダムなのかアースダムなのかは定かではありませんと思ったんですけど、調べてみるとロックヒレダムという区分になっているそうですね。アーチ部分の堤体が見えてきました。でバックを見てみるとこんな感じで綺麗な雪のかぶった山があります。八木沢ダムのダム湖はオクトネ湖っていってダム湖百選に指定されています。周辺はこんな感じで結構整備されてて、資料館なんかもあってね、見学には結構時間が費やせるダムかなと思います。なんだか船がありますけど、あれは流木とかを取る船かなと思います。重力式部分はウィングダム、ロックフィルダムの部分は脇ダムという分類になっているみたいですね。見学日は11月の中旬で洪水の心配はないので、ダム湖の水位は高いですね。脇ダムの上流側はやっぱり結構草が生えてますね。でも下流側はやっぱりロックフィルダムですね。八木沢ダムは欄干、ゲート、そしてキャットウォークをこの水色で統一しています。ここで放流された水がさっきのスキージャンプ台まで伸びていて下流に放流される仕組みとなっております。少しなんかウォータースライダーっぽい感じですね。このローラーゲートは2段式で2つのゲートで構成されています。上から逸流させて放流させることもできるし、下から放流させることもできます。こちらは本体のアーチダムとウィングの重力式ダムの結合部分となっております。でこの結合部分からこんな感じでウィングの重力式コンクリートダムを見ることができます。それでは念願の八木沢ダムとのご対面です。おお、やっぱカメラじゃ伝わらない迫力があると思いますけど、実際に見ると結構でかいですね。八木沢ダムは長野県の中畑ダムと同じで堤体に洪水脇がついてないので結構独特な感じの雰囲気となっております。直下にある発電所は下流にある須田貝ダムと揚水発電をしています。揚水発電をするダムなので水が引き込まれるので、あそこに流木とかを遮るためのフェンスがあります。完成以来東京都市圏の水がめとして働いてきたダムなので、結構ね迫力といいますか、守っているもの、背負っているものが大きいゆえにちょっと謎のオーラがありますね。ただ車はここに入ってこれないので安心して見学ができますね。
ただ非常に残念なお知らせなんですけど、このダムは12月から4、5月まで冬季通行止めで、冬には来れないダムなんですよね。やっぱりこのダムが所在している水上って日本有数の豪雪地帯なので、冬季は入れたもんじゃねえよっていう感じなんですね。いやー、これはなかなか足がすくむような迫力というか怖さですね。実はこのダムは利根川で来れる、車で来れる最上流のところなので、やっぱり最果て感が、ちょっと静岡県の畑薙第一ダムっていうダムもマイカーではそこまでしか来れないので、ちょっと似たような最果て感がありますね。はい、左岸に来ました。結構日光に照らされててかっこいいですね。まだ2時半ですけど、そろそろ太陽が山に沈みそうですね。以上、矢木沢ダムの見学でした。東京の水を守ってるダムなのに、東京都心から3時間という結構秘境なダムなんですけど、やっぱり自分の飲んでる水がどこから来ているのかっていう意味では、このダムを見るのは結構価値があることかなと思います。別に僕は東海地方に住んでるので、矢木沢ダムの水にお世話になったことはないんですけれども、なんか大都市圏の水を支えているということで、なんか謎にありがたいありがたいやっていう気持ちになりながら見学してましたね。それでは次のダムにお会いしましょう。さよなら。